それっぽいインカム。何それっぽい。それっぽい。何それっぽいインカム。それっぽい。だからインカムじゃない。さして。は？ふ？ドッキリしたくて今。うん。で。花見たらどれくらい？うん。な。じゃないよって。ほんまに？ないよ。丸いやつも。ないよ。ぴょんぴょんって置くやつ。なんやねん。あのな、あのほんまマルチの詐欺の人の言い方やね。で、ちゃんは今詐欺した。ちょっと。さて。さて。微妙かな。なくてもいいかおんちゃん。僕っすね、 YouTube をやめないといけないことになったんですよ。なんで？なんで？それ宇宙人以外無理やで。宇宙人やったら無理やけど。ではないんやけど。まあしゃあないなってなるけど、宇宙人以外やめる理由ないもん。え？何やこれ？就職？就職？採用。え？採用通知やん。株式会社 ANA ケータリングサービス。ケータリングに入んのお前。え？来やったらいいけど。じゃあけど YouTube でさ言えばいいよ。広めれるから。どっちがあかんの？この会社があかんの？そうそう。やば。いつ受けたの？お前絶対無理やん。無理やん。無理やん。お前は無理やん。お前は無理やで。いや、受かってるもん。無理やで、お前。お前は無理やって。いや、受かってんねんって。無理や言われた。無理やで、携帯。だから、受かってるんや。え？本当に受かっちゃってるんや。絶対慎重で厳正なる選考の結果ないで。絶対慎重してないって。慎重した。絶対慎重じゃないよ。慎重したい。星な。人事部 ANA ケータリング部って。ケータリングしたいの？え？うん。え？そういう仕事やばっ。なんか、ひとまずおめでとうやな。ケータリング部に入りたいの。そうそうそう。そうか。めちゃくちゃケータリング好きなやつやったらわおめでとうってなるけどさ、お前ケータリングってもう近い死ぬほど同じもんしか食ってないやつが。死ぬほど同じもんしか食ってないやつ、ケータリング無理じゃない？なんか似た感じの、なんかなんていうの、近い感じの食い物でさ、近い感じの食い物、料理とかそういうの、料理ちょっと、お前は料理無理やろ、嘘ついたの？嘘ついて入ったあかんで。嘘ついて入ってない。嘘ついて入るの一番危ないから。受かったでさ、やめなあかんって。え、度重なる結果どうしようもいいじゃん。今回見送らせていただくということで、これどういうことね。あ、だから YouTube やめなあかんのか。え、おるな、おらんて、おれてんねんって、おらんて、おれてんねん、よーよ、いややろ。じゃあ ANA 行って夜中から朝まではツーショットで遊んで、いや、朝から出ることがあかんねん、もうだからもうこれ一切はみたいな。あかん、出たらあかん。なんで？
え、なんでケータリングなん？ケータリングしたいの？したくない、こっち。仕事せなあかんと思ってるからしてんの。仕事せなあ、あ、仕事就職せなあかんな。大体そうや。就職せなあかんなと思って就職してんの。それも精神、まあ。じゃあご縁がなかったってこと。エグいってうわぁ、いや、それ持っていかなあかんやつ。好きじゃないことは知ったらあかんねん。好きやから。ケータリング好きやんか。うん。機内食なんか食べたことない。この前機内食端から取ったし俺ら。いや、コウさんがほんまに好きなことならしたいけど、好きなことやから。好きじゃないもん、ほんまに。働きたくねって。いや、仕事せなあかんなって言うやつ、それはあかんなほんまに。あかんって、それどっちであかんって。それ料理系好きやったら料理屋さんやった。ケータリングをアイスしてないのに。ちょっと値段考えた、給料考えた。確かに大丈夫、ね、それ給料がちょっといいとこやったで、ね、これいいの、うん、じゃあお兄ちゃんが行く。どういうこと。もう主役ちゃんにしちゃったからやろう、一緒に。やろう、主役ちゃんにしちゃったから。お兄ちゃんと遊ぼう。エグいって、お前。お兄ちゃんと遊ぼう。ちょ、もうエグいって。やばい、心臓発作起きた。どうしよう、みんな。ちょ、ほんま変えちゃった、それガチだって。お前ニートやから無理やったん。ちょ、だニートじゃなくなんねんって、それガチであかんやつ、それ。社会に迷惑かかるちゃうって、マジで。俺が行かんかったらマジ社会に迷惑かかる。いやいやいや、お前、Amazon、お前周りも、アマゾンに失礼。アナさんに失礼。ええねえな、あと。お前終わってんな。間違いない。お前終わってんな。ちょ、もうええって、もう絶対終わってるやん。生きるってもういくよ。なんほんまにやばい。ほんまにやばいって、それ。じゃあほんまにあかんって、もうほんまに。じゃあもう一回作ってもらったらいいや、ほんまに意思があるなら。ほんまに来てほしかったらもう一枚作ってくれんじゃん。なんで。だってそれほどの程度のやつにうちの息子は預けれませんよ。その程度のやつに、お前バイトしても、お前無賃金で働かされるぐらいの人間やで。ほんまやかん。え？ほんまやかん。あ、ごめんなさい。メガを取られへんねんで、えぐない？えぐらし？俺より先に？あ、さっき。できるレベル。まだできひん。もう俺がまだできてない。できるわけないやん。できるわ。けど25万はめっちゃいいな。ちょ、よくない？どういう計算？絶対嘘やもん。25万で同計出しても500万いかんか。乾かして。これ持っていいけ、言う。乾かして。なんでお前、こっちからこういう顔です。うわっ、なんで鼻の下、鼻の下だけの。そういう性格ちゃうから。体で張る。俺の体で張るから。じゃあおめでとう。おめでとう。おめでとうじゃねえ。もう受からんって、これじゃもう終わった。おめでとう。体で張る。俺の体で張るから。じゃあおめでとう。おめでとう。おめでとうじゃねえ。もう受からんって、これじゃもう終わった。おめでとう。いや、俺一人暮らしでも取っちゃうから。なんで？もうどういうこと？そういう病気やから。どういう病気？取っちゃう。もう弟の一人暮らしはお前見せたよ。ほんまに意思あるんやったらもう一枚書いてもらえ。どんだけ管理できるかとか、そういうのを管理されてると。ちょ、そうなんないもん。いや、な、大学4年生。いや、だいたい普通の人そうや。受かったら、ここ受かったっていう報告をして、よかったねで。なれへん。なんね。電話しますね。電話しますね。電話しますね。じゃ、間違っちゃったんで出します。僕が反省したんで。ちゃんかんって、ほんまか。出しますね。ちょ、ほんまか。ほんまか、もう。なんで？俺が悪いもん、これ。行くわ。落ちるって。わーっと、ごめん。俺が悪い。俺が電話してくる。俺が謝ってくる。電話とごめん。ほんまごめん。変われへんねんて。ほんまにごめん。ほんま、ちょ、俺が悪いわ。それ言ったところで、ほんま変われへんって。でも、なんなん？じゃ、直接言うの？直接でもあったの？ほんまに良かったやったら、もう仲間の一員やったらこの店助けるけど。あ、わかりました、もう一回送りますね。そういう問題。こういう問題じゃん。こういう問題ですけど。お
前今一人暮らしやと隣からどんどん来とんの。一人暮らしできひんやん。今一人暮らし、お前マジ一人暮らしできひんな。お前隣ドンしてもドンドンって行くんだ。お前一人暮らしは隣とかおんねん。隣とおんねん、分かってる。お前隣とおらんから今こうなってる。まあ今隣の人おらんからこうやって。いやもう癖やん、癖やん、暴力の癖、暴力の癖出てる。じゃあ暴力の癖出てる、怪力の癖が。じゃあなんでこれ封筒書いてないんだもん。なんかやられ、またなんかやられるかなと思って、やられたと思って変えんの。シュー何にも書いてないし、シールもされて、ハンドときもされてないし、しかもあれ、ハンコ書いてないし、ハンコ書かれてないけど、ハンコ書かれてないのに、あの受かってますって言った場合、てってれドッキリ、ドッキリ、もうドッキリっていうのがあったから、こうやって、何やってがして、どこにあんねんカメラ、お前何やんけ、カメラ何やんけ、お前どこにあんねん、お前気づいてたよ、最初から。えぐいって。最初から気づいて。これ最初から気づいてたよ、もう。結構カメラが見とったもん。えぐい。これあとこれも。それは違う。これは違う。せー。せー。集合。就活したい、就活してたらしくて、してた、うん、就活が決まったらしい、うん、どうしたっけ、おめでとう、いや俺ちゃうん、コーヒー、ええー、ねええー、ねのケータリング、ケータリングって、ご飯作るとか食べ放題とか、それ作りたい、自分で作りたい、なんかそうじゃなくて普通に就職したいかなって、就職したいって、自分がそれしたい、そうしたいかどうかは別やんって、え、したいかどうか別で決まった、あ、隠れてしたいってこと、しなかった、隠れて言ったわけじゃないけど、隠れてしてたんですよ、なかなかやばいね、そこに今のお金入れちゃう、とりあえずさっき、ちょっとやばい、で、なんか YouTube 出られへんって、出られへんって、君は死んだが燃えてしまう、降りへんな、降りへんな、何か問えられるかなと思って、うん、私就活したよ、え、それはもうなんか就活しなあかんなみたいな感じで、知らんって話になってて、いや違うね、就活かなんか大学院行くかみたいな話になって、大学院行くか、うん、YouTube するかの選択肢だった気するじゃなかった、いや、なんか就活も就活せなあかんでみたいな、なってた、って言ってた、うん、って言ってた、お母さんが言ってて、うん、受ける前に言うべきやって、うん、君は言ってへんの、そういうの言ってからじゃないとしたら、まず一番悪い、ちょっといや、ありえへんわ、そういう気持ちになってんの、あんちゃんは見てもらうで、見てもらうで、ここがもう話、何か、そういう SNS 迷惑かかるの分かってんのに、やりたいかどうかも分からないのに手を出してやるっていうのは、一番無責任だって、手を出した、手出したの、その映画に何か物心決まってたってことか、そういうことじゃないけど、いや受かったで、じゃあ何で、ね、主眼でいいよ、自己 PR、 いや自己 PR からして、自己 PR からして、いや普通にして、弊社が第一志望ですっていうのを、うん、
まあ、めちゃめちゃ伝えてもいろいろ自己 PR は弊社がなんちゃらみたいな関係ない。うん、自己 PR、 自分の自己 PR、 うん、自己 PR かな、自己 PR。 死亡した理由、家庭菜料理系のやつ、うん、ちょっと興味があったって前から話して、とにかくそういう関係性の話したいと思って受けに行った。なんていうの、なんでよかったの。そう、覚えてない。もうその面接だけじゃないやろ。え、面接だけじゃない、外れた。あ、グラフ持ってます。え、まあそこは一回置いとこう。なんで弱かったの、大事なことや。うん、え、でももうなんかでも普通に隠し事してるのは早い。いや、理にかなってないっていうのが一番早い。今に相談もせんと会ってしまうようなことをしたっていうのがあかんの、俺的には。行けるまでに出て人ができるの、うん、なんか見つけようかなって思って、うん、意味わからんやろ。マジ、なんで言わんかったの。おめでとう、おめでとう。前に出てくる言葉はなんで言わんかったの。もう意味わからんやろ。物に当たるのはちゃうぞ。どうしよう。いや、ほんまなんでやんかったん。何回も聞くわ。でも考え込んでるのを信じたって聞いてくれるから最低限はちょっと言う。これどこまでだっけ、ドッキリ。いえ、昨日の一緒に晩ご飯食べたやん。あれも嘘。嘘つきや。電話番号調べたらあかん。あの伊丹空港出てきたらマジやと思って演じてたから。はい、ということの動画が面白いなって思った方はよろしいかと。これでもお前になったら俺のなんかあれ、お兄ちゃんがモノに当たり始めてからこれマジで終わったと思って。面白かった。はい、仲良し。けどあんちゃんだって就職するぐらいそんな活発的に動いてたかって言ったら動いてへんよ。何もない。なんかあるっしょ。